この野郎、少しは俺らの話聞く気になったかよ。どうして、どうしてよ。私がどうなっても関係ないじゃん。自分たちだって傷ついてバカみたい。君たちの幸せ傷ついたら、私何のために死ぬか分かんないよ。死ぬなんて言っちゃダメ、クマ。大丈夫クマ、なんとかなるクマ。クマだってただのシャドウだったクマよ。そんなクマでも変われた。マリちゃんも信じる子だから始めるクマ。自分たちを信じろ、クマの言う通りだ。信じたらどうなるの。私を助けて君たちの世界は全滅、それでいいわけ。私に生きろっていうのはそういうことなんだってば。バカみたい。借り物が怖くて、消えるのが怖くて、何か思い出せるんじゃないかってすっかりいい気になってさ。ほんと笑っちゃう。思い出したよ、私消えるのが役割だった。こんな記憶なら思い出さなきゃよかった。本当のことなんて知らなきゃよかったよ。マリーちゃん、どうした？そうだ、真実など見る必要はない。知らない方が幸せなんだ。最初から知ろうとさえしなければ苦しむこともないのだから。今の声マリーちゃんじゃない。心が飲まれるってやつか。おい、しっかりしろ。来るな。帰って、お願いだから帰れよ。君らって最低。ほんと空気も読めない。君たちになんて会わなきゃよかった。だから君のことだって大嫌いなんだ。うん、そうだね。っていうかほんと素直じゃない。演技下手すぎだよ。適当なこと言わないでよ。ううん、適当なんかじゃないよ。こちらの世界は全て誰かの心の風景です。ここもそう。あなたの心の現れだ。墓所としての地形とそれを覆い隠すほどの葬送の花、死への覚悟とそれさえ忘れたいというあなたの思いがこの風景を作り出したんです。ですが、僕らはここに来るまでに墓所には似つかわしくないものを多く目にしました。ジュネスや総裁大学の看板、高台のベンチ、電柱やカーブミラー、学校の机や椅子、全てあなたが大嫌いだという僕らの町にあったものです。死んだら墓に入れてくれってやつか。そんな好きなら生きて見に来りゃいいんだよ。ダメだよ、私が死ななきゃ。他の方法？ああ、こいつの言う通りだぜ。必要なのはマリーちゃんが消えることじゃない。マリーちゃんが取り込んだ霧が消えればいいだけだ。無理だよ、そんな方法あるわけない。これ以上時間が経てば霧は私の体を乗っ取って自由になる。そしたらもう自滅することもできない。ただの怪物になっちゃうから。霧に乗っ取られたマリちゃんを
倒すってこと？先輩待って。だってマリーちゃんの体でしょ。戦ったりしたら。そうだぜ。つーかどうなんだよ。わかんないよ。でも今ならできるかもしれない。霧に心が飲まれる前に自分で心を眠らせるの。当然体は霧に支配されるけど、それなら私の心はまだ死んでないから、あとは運かな。霧と私の命どっちが先に尽きるか。だいぶやべえ賭けだな。どうする？できればやりたくない。でも他に方法がないなら信じるしかないよ。ああ黙って見てるよか全然マシだぜ。絶対死なせない。友達の命がかかってんだもん。絶対にうまくやんなきゃ。友達。マリーはいいのか？必ず助ける。ゆっくり休んでろ。うん、信じるよ君たちのこと。ありがとうマリちゃん。もしそれで死んじゃってもこのままよりいい。でもお願い、君たちは絶対に死なないで。来るぞ。油断すんなよ。本当に大丈夫クマ？戦っちゃってもマリちゃん死なクマね。マリーちゃんは私たちを信じてくれた。私たちだってマリーちゃんを信じなきゃ。真実なんか知ってどうなる。ゴミクズみたいな自己満足と引き換えに永劫の苦痛と絶望を味わえってのか。いらない、そんなものいらない。苦しみから目をそらして何が悪い。苦渋に満ちた真実より安息の嘘が欲しいんだ。何この感じ。この子、こっちのことなんてまるで目に入ってない。苦痛と拒否、それに拒絶。この子、何もかも全てを拒んでるんだ。先輩気をつけて。普通の戦い方じゃ通用しないかも。マリちゃん、絶対助けてやっからな。うん、辛いから真実を見ないとか絶対間違ってる。待ってて、マリちゃん、絶対に助けるから。さあということで、くすみの狼戦ですね。頑張っていきましょう。うーわ、全部反射か。強いから気をつけて。でしかも2回目の戦闘扱いになってるからか、 SP も半減されてますね。まあ、それならね、とりあえずランダマイザーを使います。ナイス陽介。でね、この辺のアイテムを使って当たるようにしていこうかなと思います。基本的にはジオ系で攻めていこうかな。
さあでは行きましょう、ジョダイン。マリーちゃん、さあでは攻め込んでいきましょう。で、そうだな、一応当たるようにしとくか。ブフ系迷ったけど、でガル系も当たるようにしておこう。さあではジョダイン行きましょう。おい、オッケーオッケー、ナイスナイス。勝負、とりあえず一回半分持っていきたいかな。マハブフで行きましょう。さあ、ジョダイン。なんだ？マジか、SP 吸ってくるのか？乗ろう！何？今の。マリーちゃんの霧を吸う力が暴走してる。先輩、気をつけて。手当たり次第に吸い込んでるよ。とりあえずは攻めていいのかな。もう一回ランダマイザーいっときますか。さあガルダイン、マハブフー、とりあえず半分いけそうだね。ナイスリセチ。さあジョダイン、連発してくるのかな。多分ね、SP 吸われ続けると思うので、やばくなる前に倒しきるべきかもしれないな。いけるか？とりあえずまた条件を当たるようにしましょう。勝負。さあガルダイン、お願いします。いいね、当たってる。さあジョダイン、はい。やっぱそうだよね、連発だよね。50がでかいな、しかしやべえ。聞いてる、いけるよ先輩。最後まで気を抜かないで、油断してるとやられちゃうよ。結構際どくなってきましたね。いけっか。とりあえず俺は打ちたいよな、ジョダイン。はい、
で、ここは、使おう。使っていきましょう。さあ、ジョダイン。なんとか辛うじて、ジョダイン分は回復してくれるから、なんとか。感じも使えるからまだ大丈夫だけど、さあジョダインいけるいける、ガルダイン押し切りたいな。これマハブフいけるいける、お願いします。ジョダインよし、行きましたね。やったか。どうなんすか先輩、無事なんすか。マリーは全く動かない。まさか、マジかよ、そんな嘘、嘘よ。だってマリちゃん、いやだな、マリちゃんってば、意外とお寝坊さんくま。ほれ、もう起きる時間よ。ねえ、嘘くま、そんなはずないくま。何が悪かったくま。マリちゃん起きて、死んじゃいやくま。おかえり、よく頑張った、寝すぎだ。ただいま、ありがとう。よかった。ちょっと感動のハグ長くない？もう離れてもよくない？やだよ、まだ離れないもん。離れるのも起き上がるのもマリーには無理、しんどすぎ。ああ出たよ、こんなんばっかだな。リセちゃんいじる人ってあんまりいなかったかもね。ベイビーちゃんたちの熱い火花に大地も震えているクマ。ちょ、アホなコメントしてる場合じゃないっしょ。何が起きてんの。まさかあれか、映画でよくある親玉倒すとなぜか城が崩れるやつか。ごめんね、言い忘れたの。ここ私が死なないなら必要ないから、このままだともう少しで消えちゃうの。消えちゃうのじゃねえ、先言えよ、俺らまで消えちまうだろう。死ぬ、死ぬるクマ。とにかく出口、本当に崩れますよ、早く。忘れてたぜ、テレビ実践だよな。
前もあった気がすんな、この絵面。本当に君の友達？変な人ばっかり。元はおめえのせいだろうが。テレビが。ううん、テレビじゃないよ。うつろの森が消滅したの。もう存在する意味ないから。やったね。どう？運命変わっちゃった気分は。うん、なんか変な感じ。私生きてるし。そりゃそうだ。俺らそのためにあんなとこまで行ったんだもんな。あの、助けてくれてありがとう。あと、ごめんなさい。な、何？何なのその反応。お前、今ごめんつったか？言ったね。素直に言った。は？いや、なんか言わなそうじゃん、そういうの。はあ？バカじゃないの？もういい。今の取り消し、なしだから今の。ああ、もう。真面目に聞けよ！てか、大体何なの君たち。いっぱい傷ついて、私のこと助けに来てさ。そんなの、君たち何の得もないじゃん。わけわかんないよ。それが仲間だ。得しようと思っていない。そうなの？正直、私らも迷ったよ。いきなり向こう側とか言われて、わけわかんなかったし。でもさ、それで助けないってやっぱ違うでしょ。誰かのせいにして見ないふりしたんじゃ今までと何も変わんねえからな。マリーちゃんは困ってて、俺たちがそれを助けた。そんで十分だろ。全然わかんない。わからないことが不安なら、これからお互いを知っていけばいいじゃないですか。僕らもあなたにもっとこの世界のことを知ってほしいですし。そうそう、もうすぐちょうどバレンタインだしね。バンレタイン？ああ、やっぱ知らないよね。あのね、女の子が大事な人にチョコをあげていい日なの。まあ先輩は私が予約済みだけどね。予約とか知らないし、ずるいからなしね。予約取り消し。この早速かよ。ま、好きにやってくれ。ねえねえ、外晴れてるよ。本当だ、お洗濯一気にやらなきゃ。腰バッキバキだぜ。な、飯食いかね。いいね、もち花村のおごりで。だー、何当然のことみたいに言ってんだ。うん、大丈夫。行こう、みんなきっと待ってる。どうした？大丈夫か？まだ悩んでる？うん、あのね、霧に体を明け渡した時、誰かの声が聞こえた気がするの。なんだっけな。人間は本当のことなんて知りたがってない。本当は霧だらけの穏やかな世界を望んでるんだ、みたいな。それは誰の声？どういう意味？え、わかんない。でも覚えてる声。君たちが雨のさぎりを倒して私に霧が流れ込んだ時聞いたのと同じ声。
あれ違うか、なんか自分の声だった気もする。昔私が自分で言った言葉なのかな。いいや、もうキリなくなったもんね。聞き間違いかも、忘れて。ビビったろ。せっかく晴れたし雪あるし、こういうのやりたくなんじゃん。ああ、マリちゃんは雪合戦って知ってるか。なあ、グループ分けどうする。うわ、何ちょっ、投げるんでしょ雪。間違ってる。合ってる。手加減しろ。パーフェクトだ。パーフェクトで。わかった。叩きの。お願いします。待て、目がマジすぎんだろ。男対女でいいよね、グループ分け。はい、スタート。囲まれスタートじゃねえか。てか漢字に熊吉、おめえら沈め。やっちゃえマリちゃん。なんで俺だけなんだ。ユキコちゃんのすごい高笑いが聞こえた気がするんだが、今しばらく全員で雪合戦を楽しんだ。そしてに挑むなんて10年早いっての。まあちょっとかわいそうだったけどね。でもやっぱり今日のヒーローはマリーちゃんでしょ。いや、雪玉女王。性別が違うよ。ヒーローじゃなくてヒロイン。やっぱり日焼けとか気にしてる。どうだ、見えるか。湯気で見えんかも。あれ、カンジ、もっと上クマ。はい、でんかい。てめえ、クマ。いいか。うわ、うわ。うわ、バコ。あ、見たら。懲りずにまた覗きなん。ちょ、待て、てかマリちゃん、電気はダメ。君たちなんて大嫌いだ。やっぱりそういうのあるんだ。マジか。おかえり。ただいまでーす。マリーをベルベットルームまで送り、自宅へ帰ってきた。さあ、ということで帰ってきました。昨日今日と随分忙しそうだな。スキー場で何かあったのか。どうした、お前ちょっと焦げ臭いぞ。甘いもの好き。そうだよね、明日じゃあ何かありますかね。楽しみですね。楽園でもあったのか。その割にはいいことあったって顔だが、まあ、でもよかったね、マリーちゃん助けることができて。明日何かありそうなので楽しみですね。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントを教えていただけますと嬉しいです。また、Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして、他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。